小玉貞義のアイヌ絵に描かれた板尾ち交益品としての毛皮や干し酒が満載されている。これは絵としてデフォルメされた姿であり、実際の船体は人より遥かに大型である札幌市南区小金湯の札幌市アイヌ文化交流センターに展示された板尾ちのへさき部分。木製の鎖で偽装されている板尾ちと葉アイヌが 伝統的に建造し、航海に使用していた州停である。名称は、アイヌ語で、板のある船を意味する板を町に由来する。カツラや、千の木などの大木をくり抜いた、丸木船に、原則板を取り付けることで、大型化させた、縫合船の一種である。アイヌは、一般的に火星や故障など内水を航行する。 場合は大木をくり抜いただけの地を用いたが、他地域との交易などで海上を航行する際は、この板尾町を用いた。この技法による船は、日本ではアイヌ以外の地域からは知られていない。以下は、江戸時代後期に、旗青木マロラが、アイヌ文化解説の目的で作成した絵巻物、江戸成形図説を参考とした、板尾町建造の手順である。まず山中に分け入り、 大木を探し求める。溶剤として適当な木を見出したら樹下に祭壇を組み、カムイのみを行う。山の神、木の魂に稲を捧げ、溶剤を得る許しを求めて祈る。その上で抜刀し、丸太をその場で適切な長さに切断した上で、屈作作業に入る。明治二十年代のアイヌの丸木船。板尾町派、丸木船に、 原則板を継ぎ足した構造である板尾町ちの構造の基本は船式となる丸木船である。一般的に木の北側は火が当たらず成長が遅いので年輪が詰まり木質も硬くて重いとされるため抜刀以前の木が北向きだった部分が船底として設計される。作業に都合がいい位置に丸太を回転させた上で屈作作業に入る。 工具には伐採用の斧の他に、モッタと呼ばれる小型の長な、あるいは研ぎ上げた桑が用いられる。船底部分の大まかな形が削り上がったら、山中から下ろして村落に運び込み、くり抜いた内部に横木をはめ込むことで、原則部分が内側に倒れ込む失敗を防ぐ。同時にむしろなどを巻いて、急激な乾燥を避けつつ寝かせ、狂いが収まるのを待つ。その上で船内に水を注いで、 水平を確かめ、完成時の外観や用途をイメージしつつ、丹念に削り直して修正する。船式が完成したら、チラ板、や、とも、へさき部分に取り付ける板、さらに板を船体に取り付けるための手しかを用意する。この縄の素材には、ニベシ、エゾヤマザクラの樹皮、クジラのヒゲの3種類があり、北海道太平洋沿岸では、湿り市内から微稜までの地域は、 にべしや桜の樹皮が使われ、微量からくなしりまでの地域では、クジラのヒゲが多く使われた。まず基礎となる船式の弦に、いくつもの穴をうがって、縄を通し、その縄を原則板にもほじっておいた穴に通すことで縫い付ける。新たな原則板を当てがうことを繰り返し、船体の大まかな形をかたぎる。板同士の隙間には苔を詰め込んで漏水を防ぐ。船体が完成したところで、 船首に稲を捧げ、船玉を祀る儀礼、地産家を取り行う。こうして作られた船体の大きさは二百一筆未の和船と同じくらいとなる。ウイマムに赴もむく、最の船はウイマムチと呼ばれ、特別な偽装がなされる。板尾町の水深具は漢字と呼ばれるオールである。柄の中途に穴が開けられ、その穴を板尾町の弦に取り付けた突起。 高まじに当てがうことで固定する。和語で、車界と呼ばれるシステムである。船体の道の間には、かやにを船の進行方向と直角になる位置で2本立て、その間にかやを張る。穂の材料は、式なで編んだ小座が用いられる。板尾町の書いたは、またぎに石を取り付け重量を増したもので、和船の怒りに似ている。さらに、船内の漏水を汲み取るため、 輪っかけが備えられる。輪っかけの語はなまっては人にも伝わり、北海道弁では赤鳥をヘゲと呼ぶ。会場に出版する檻は天候に留意し、晴天が続くと判断した上ではたみに、旅路の安寧を祈り、船でする。遠洋には漕ぎ出さず、必ず陸沿いに進むことを心がける。また、夜間の航行は、危険ゆえはばかられ、 必ず日が暮れる前に到達できる距離を一日の進捗距離とした。順風の檻は帆に風を受けて、順風満帆の状態で航行するが、往風の際は帆柱を傾け方を操作することで進行方向を安定させる。貝を用いて漕ぐ際は、道の間に敷かれた板に乗組員が座り、一人で船体左右の貝をそれぞれ操って推進させる。 だが微妙からくなしりまでの海域では、横に二人並び、カズトが右側の海を、もう一人が左側の海を操ることで推進させる。この海域は、海流が激しいため、一人ではとても左右の海を操れないためであるという。大阪府大阪市平野区の長原古墳群から出土した船形派には、大阪歴史博物館所蔵アイヌは近代に至るまで、 文字の使用を受け入れなかったため、それ以前の愛主は、考古学的な検知、あるいは和人はじめ、多民族による文字資料からの考察が必要となる。板尾町の起源も同様である。日本本土においては、弥生時代より、丸木船に原則板を取り付けて大型化した船が建造され、始めたとされ、広島県福山市の五陵遺跡からは、このタイプの船を描いたと思える。 土器片が出土している古墳時代の古墳からは人物や動物、建造物など様々な事象を模して作られた埴輪が出土しているが、その中には船を模した船型埴輪があり、丸木船に原則板を取り付けた構造が表現されている。この丸木船に原則板を足して容積を増す造船法こそが和船の構造の基本であり、後の戦国船も うと呼ばれる、分厚い一枚板を船底に据え、板を突き足して、全体を傾切る構造である。一方、アイヌ文化圏においては、北海道日本海沿岸、余市町のフゴっぺ洞窟で発見された、俗上文文化期の洞窟壁画に、板を待ちを模したと、おぼしき線画が描かれている。なお、考古学者、瀬川拓郎の学説によれば、フゴっぺ洞窟の壁画は、 日本海を航行して古代の北海道に至り、その地で隠しした日本本土の古墳文化人に手向けられた古墳壁画であるという。それが事実なら、伊尾町の西方は日本本土から伝来したとも考えられる。時代が下って8、9世紀頃、俗縄文文化は、擦ったような模様の土器を使用する殺文文化へと進化する。 薩門文化の担い手は星酒や和紙の大葉、毛皮などを商品として、日本本土との交易活動に勤しみ、鉄器や米、漆器などを移入した。交易活動の活性化には、大型の船舶の存在が予感される。一方、同時期の北海道オホーツク海沿岸では、北方のカラフト方面から渡来した民族が、オホーツク文化と呼ばれる別系統の文化を営んでいた。 知床半島の松穂川北岩遺跡は8世紀頃のオホーツク文化人による村落死だが火災にあった住居跡から多数の炭化した木製品が出土している。この中から構造船のミニチュアとおぼしき木製品も発見された。地世の居住やヨマンテ、アット氏の着用、イナウと漆器を用いたカムイの実などの いわゆるアイヌ文化が成立したのは、日本本土の平安時代末期から鎌倉期にかけてと、され、アイヌ文化の成立は、日本本土との交易の活性化の影響が大きいと、される。アイヌ文化成立期に作成されたと思われる、丸木船が、1966年に、苫小牧市郊外の湧仏が赤藩から出土している。 この丸木船は原則にはいくつもの小穴がうがたれた板尾町であり、船体にはアイヌ文様が掘り込まれ、同時に出土した階にはアイヌ特有の家紋である城市も確認された。15世紀後半より北海道南部のお島半島には和人の勢力下に入り、16世紀には松前市の支配下となる。江戸時代初期の元那年間、正木城下を訪れた。 イエズス会イの宣教師、ジェロニモ・アンジェリスは、和人とアイヌの交易で賑わう浄化の様を以下のように記録している。毎年、東部の方にあるなしの国からまさきへ百艘層の船が乾燥した酒とニシンを運んできます。大量の天の川をも持ってきますが、彼らはそれをラッコの川と言い,い、すこぶる効果に売ります。 エゾではなく、ラッコと称する島におりますので、エゾ人はそこに買いに行きます。エゾ国の西の方に向かうって、潮の国からも、まさきへ、エゾ人が参りますが、それらの船は主事のものとともに、中国品のような、鈍器のイクタンをも、将来します。エゾ国の船は釘を使わないで、ヤシの繊維のようなもので作った縄で、縫い合わされているのです。寄せ集めた板に、 多数の穴をうがって、それを縫い合わせるわけで、航海が終わると縫い目を解き、火に当てて乾かし、それから、またた縫い合わせます。船の大きさは、その一層に、日本の米の200個く詰める程度であり、その形は、日本の船のようなものでございます。江戸時代中期以降、馬生家おい星の浸透によりアイヌは、和人の魚場に冷蔵され、交易圏も狭まっていくが、 伊尾町廃前として建造され、航海や海での海重量などに用いられていた。完成11年、江戸地の産物調査に参加した絵師の島田元丹は、伊尾町での船旅を報告書、江戸気候不図に、江戸戦都会の図として描いているほか、江戸陶器関や、明治初期に描かれた、明治初期、アイヌ風俗図鑑には、伊尾町に乗り込み海重量や昆布取りに勤しむ。 人々が描かれている。やがて動画制作や近代化により、板尾町の建造や、高校技術も失われたが、1989年に、秋変徳平楽城白市在住のアイヌ系住民が、国立民族学博物館の協力を得て、板尾町を復元させ、以降、各地のアイヌ団体が続々と板尾町の復元に、取り組んでいる。2020年現在、 北海道博物館、札幌ピカコタン、新日高町アイヌ民族資料館、ウポポイなどに展示用として復元されたいたお町が存在する。ありがとうございます。